はい、こんばんは。こんばんは。今日はですね、なんとかなんとかできました。よかったです。こんばんは、ハレリア。今日はですね、映りました。よかったです。はい、こんばんは、ハレリア。それでですね、 YouTube の方もね、はい、 YouTube の方もこんばんは、アレリア。台風もですね、無事に去って、まあ音が小さい。音が小さい。ちょっと音を大きくしましょうかね。このぐらいでどうでしょうかね。はい、今日はまあ昨日より涼しかったかもしれませんね。昨日よりも若干涼しかったかもしれません。明日はもっと涼しいようですね。はい、皆さんお元気でしょうか。にゃこさん、こんばんは。はい、こんばんは、ハレリア。私たちは毎朝毎晩、まあ、集まります。音大丈夫、アメン、ありがとうございます。集まりますけど、皆さん、これは延長、ありがとうございます。早速延長ありがとうございます。忘れてました。もう、1分前には確認してるにもかかわらず、1分後には忘れるという。はい、延長できました、ありがとうございます。はい、私たちはですね、一緒にこのように集まることはとても大事だと思います。クリスチャンのない方もいるかもしれません。しかし、もうイエス様を信じている方もたくさんいます。まあ、ネットでこのように、クリスチャンが集まって一緒に学べるということは、特別な特権ではないでしょうか。ルーゴさん、こんばんは、ハレリア。みかんさん、こんばんは。私たちは、そのイエス・キリストの、名前によって集まります。イエス様の教えを学ぶために、そして信仰コメを見るために、信仰コメを見て励まされます。そして、何よりも私たちはイエス様が、そのここにおられて、イエス様がここにおられて、私たちはイエス様に近づく、イエス様に、近づく、私たちはいつも植え替えて、神様に植え替えて、神様に植え替えて、イエス様に近づきたいと願っています。私たちは、イエス様を愛しています。イエス様に愛されていますけど、イエス様を愛しています。そして、イエス様に近づきたい、イエス様に近づきたいと願っています。今日の御言葉はですね、タイトルはそういう御言葉ですね。命をかけてイエス様に近づこう。命をかけてイエス様に近づこう。こういうタイトルなんですけども、この御言葉はですね、その何でしょうかね、このようなことが御言葉に書いてあるんですよ。これと同じではないんですけども。このようなことが御言葉に書いてありますので、今日はその御言葉をですね、見てですね、まあ、感激して今日のタイトルにしたんですけれども、それはどこかというとエレミアですね。旧約聖書のエレミア。イエス様に導かれて毎日祈っています。節子さん、アメン。エレミア30のですね、
エレミア30の21の B ですね。エレミア30の21の B、 こう書いてあります。私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのか。主の見告げ。私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのか。こういう御言葉があるんですよ皆さん。すごい御言葉ですね皆さん。これはですね、神様がですね、命を懸けて私に近づく者がいるのかということですね。命を懸けて、命を懸けて、その神様に近づく者がいるのかということです。まあ、神様は、そういうものを求めているとも言えるでしょう。私たちは、神様に近づく、神様に近づく。皆さんはイエス様に近づくためにこの放送に来たんです。皆さんは、イエス様に会いに、この放送に来ているのです。そして私たちの信仰生活は、私たちの信仰生活はイエス様に近づくことでもあるんです。坂野さんこんばんは、真由紀さんこんばんは。私たちは、一番素晴らしい方、一番尊い方、一番清い方を知ったんです。イエス様という方、お方を知ったならば、私たちは、イエス様に近づくべきではないでしょうか。多くの人はどこに、自分の、その行くべきところが見えていない、真理が知らない、命を知らない、本当の命を知らないんです。で、私たちはイエス様が真理であり命だということが分かったので、そしてイエス様に近づくのです。魚さん、今すぐアフリカに伝道に行きなさいと言われたら行けない自分がいます。魚さん、もしですね、アフリカに行きなさいと神様が言われたらば、行ける力もくださるし、行けるいろいろなこのつてというか、与えてくれますので、大丈夫です。神様はちゃんと用意してくださいますから、大事なのは、神様に聞き従いたいという気持ち、神様に聞き従いたい気持ちが必要です。みかんさん、やっぱり旦那はゲームのやつを最近見てるんです。でも私は許してる。みかんさん素晴らしい、ご主人、みかんさんはですね、ご主人を、最近、許すことができて、以前はですね、喧嘩してたこともあったんですけど、最近は許してですね、喧嘩しなくなったそうです。素晴らしいですね。チョマテオさんこんばんは。魚さん、アフリカに行ける信仰が欲しいです。アメン。予言にですね、予言に、あ、みかんさんね、腕はあの後、取れたそうですね。腕が椅子から、外れたそうです。日本から世界中にですね、伝道に行くたくさんの人が、日本からたくさん世界に伝道に行くという予言があります。それを信じたいですね。それ信じたいです。皆さん、実は皆さんがですね、皆さんが宣教師となって世界中に行くかもしれませんよ。皆さんは今はですね、悪コメ打ってるかもしれませんが、しかし将来皆さんがクリスチャンになって宣教師になって世界中に行くかもしれませんよ。皆さんが行くかもしれませんよ。予言にありますからね。予言にそういうのがありますから、皆さんは、宣教師になるかもしれません。宣教師になるかもしれません。
ひだまりさん、麻生さんも世界の果てまで行ってきゅう世界の果てまで行ってきゅうですか。まあ私はですね、日本のリバイバルのためにまあその頑張りたいと思いますけど、しかしイエス様がですね、どっか行けと言ったらば行ってきゅうになります。行ってきゅうですね。まあネットだと世界中どこでもできますからね、どこでも放送できますよね。まあ神様が、どっか行ってきゅうと言うかもしれませんが、そうすれば私も行ってきゅうと言います。はい、皆さんも行ってきゅう皆さんも宣教師になって行ってきゅうですよ。皆さんね、ぜひ、皆さん、将来分かりません、ね、今は、ね、まだ信じてない人もいるかもしれませんが、将来は、世界に行くかもしれませんよ、リバイバルが起きたらですね、もう伝道したくなります。皆さんがですね、もうイエス様を確信したらば、イエス様をもっと深く深く知ったならば、あまりにも素晴らしい方ですから、この方をですね、独り占めにはしないと思います。あまりにも素晴らしい方ですから、もうこの方をのことを言いたくて言いたくてしょうがなくなる。イエス様のことを言いたくて言いたくて、誰にでも言いたくなる、ね、そういう方なんですよ皆さん。もう誰にでも知ってもらいたい、この方を知ってもらいたい、この方の素晴らしさを体験してほしい、知ってほしい、そして救われてほしい。誰でもイエス・キリストを信じて救われてほしいと、皆さんもそう思うようになりますよ、なりますよ。吉尾さん、ヨハネ3章にはですね、光であるイエス様に、その、近づく人は真理を愛する者、真理を愛する者は光に近づくとあります。そして、悪を行う者、悪を行う者は光から離れると書いてあります。光に近づくと、まあ、自分の悪いことが見えてしまうからですね、ですからイエス様に近づくものと近づかないもののポイントはですね、悪いことをしている人は近づかない、明るくなっちゃうと困るからね。しかし真理を愛するもの、善を行うものはイエス様に近づくのです。自分の良い行いがですね、こう明るく見えるようになった方が嬉しいわけですね。ジョナサンさん、今日イエス様がコロンにいないのですが、どうしたらいいですか。大丈夫です、放送中に、イエス様が訪れるでしょう、放送によってイエス様が訪れるでしょう。エレミア30章の 21? エレミア30章21の B には、神様がですね、神様が、こう言ってるわけです。私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのか。イエス様に近づくために命を懸ける人、命がかけで信じる人、命がけで、求めるもの、命がけで従うもの、信仰っていうのはですね、結局のところ命がけなんですよ。結局のところね、日本の隠れキリシタンもですね、踏み絵を踏まないで殺された人がたくさんいるんですが、まあ、それは結局は命がけでしたよね。命がけで信仰を持ってたんです。隠れキリシタンはみんな命がけで信仰を持っていたんです。ですから兄弟姉妹の皆さん、私たちも
命がけで信仰を持ち、命がけでイエス様に近づこうではないでしょうか。イエス様に近づこうではないでしょうか。港さん、こんばんは。昨日の教会の祈祷会で血潮の宣言の祈りで古い床から解放されました。ハレルヤ、感謝します。古い床とは何でしょうか。古い床って何。はい、私たちはですね、最終的に、そのどっちを取るか、ね、イエス様を取るか、イエス様以外のものを取るか、命がけのことが出てくる可能性があります。港さん、イエス様の父による宣言の祈りというテキストがいいですよ。ああ、そういうのが寝床、古い寝床、古い寝床から解放されました。あ、へばりつく古い考え、教え。皆さん、私たちは、血潮、イエス様の血潮の宣言の祈りで古い考え、古い教えから解放されましょう。私たちは聖霊様によって新しくされます。聖霊様によって新しくされます。兄弟姉妹の皆さん、私たちはもう、肉的な思いや人間的な思いやこの世的な思いから解放されて、私たちは神様の思い、神様の考え方、私たちは命がけで求める必要があります。ジョナサンさん、入ってこない。イエス様が入ってこない。もうしばらく待ってください。もうしばらくイエス様が来てくださいます。キューちゃん、ジェイさん、キューちゃん、こんばんは。今日の昼休みに女優の松井和代の動画を見ました。彼女の切々たる訴えを聞きながら、私は流れる涙を止めることができませんでした。動画の中で松井さんが、この世には神様がいらっしゃいます、神様は見ていらっしゃると言っているのです。動画の中で何度も週刊文春が許せないとか、夫の船越さんが許せないとか言っている松井さんは、神様がいると言っているのです。松井さん、これ何て読むんでしょうかね。太陽さん、豊田真由美さんなどが、などメンタルの病んでいる方が増えています。こういう人たちにメンタルクリニックに通院して癒されるのでしょうか。絶対に癒されることはありません。松井さん、太陽さん、豊田さんが行くべきは教会です。イエス様を受け入れましょう。アーメン、アーメン。ヤスハさん、あ、ごめんなさい、太陽さん、ヤスハさんね、ヤスハさん、はい。魚さん、自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません、そう書いてありますね。自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはない。すいません、私あのテレビ見ないので、その安田さんという方知らないんですよね。松井さんも知らないし、豊田さんも知らないですね。豊田さんも知らない、ほとんどタレントはみんな知らないんですね。タレントは知りません。スポーツも知らないし、はい、それではですね、
キューちゃん、熱気でお願いします、ね、熱気でお願いします。あやしや三平さんの娘は知らないですね。ちょっと聞いたことがあるかな。ちょっと聞いたことがあります。あやしや三平は知ってますね。あやしや三平は知ってます。はい、それではですね、もうちょっと話を、いきたいですけども、結局聖書のですね聖書の、まあ、教えを、まあ、その一つで言うならば、隣人を自分のように愛せよ、まあ、それがですね、あの聖書を一言の命令で表したのがそうなんですが、二言で表すと、一番目が心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして主なる神を愛せよ、つまり、そのイエス様を愛せよということですね。心を尽くして、思いを尽くしてイエス様を愛する、つまり、言い換えれば命を懸けてイエス様を愛する、命を懸けてイエス様を愛すると言えるでしょう。ですから皆さん、私たちは、命をかけて、命をかけて、イエス様は愛そうではないでしょうか。まあ、実際に隠れキリストのように、まあ、命をですね、かけることもあるかもしれません。そういうことだけではないんですね。命をかけるというのは、まあ、日々、まあ、イエス様を一番として、イエス様を一番として、その、優先順位ですね、イエス様を一番にするという優先順位、他のことは後回し、イエス様を一番にするという、それも一時的ではなく、生涯にわたってイエス様を一番にし、そしてイエス様の教えを守り、そして、イエス様に近づこうとする、命がけでイエス様に近づこうとして、つまりそれは結局は、霊的成長につながっていきます。霊的成長、私たちは命がけで霊的成長をする、霊的成長をするということなんですね。神様が、求めているものは、そのような熱い思い、イエス様に対する熱い思いではないでしょうか。皆さんぜひ、まあ、イエス様がですね、私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのか、私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのかと、イエス様が聞いているときに、はい、私です。はい、私です。命を懸けてあなたに近づきたい。命を懸けてあなたに近づきたい私ですと。皆さんに言ってほしいと思います。皆さんに、そういうふうに言ってほしいと思いますね。ぜひ皆さんがそのような信仰を持ってもらいたい、そのような信仰を持ってもらいたいのです。はい、ぐくらべさん、こんばんは。ぐくらべさん、こんばんは。はい、
そういうわけでですね、8月は8月12、13、14は、デビッド・テイラーの集会があります。デビッド集会の、デビッド・テイラーの集会が、中野ゼロホール、中野ゼロホールで8月12、13、14あります。ぜひ皆さんお金を貯めて、遠い方もお金を貯めて来てください。そしてデビッド・テイラーはですね、顔と顔、顔と顔でその、お金はいらないですよ。交通費ね、お金を貯めて、交通費はお金が必要ですけど、集会はお金はですね、無料ですね、無料です。席上献金はありますけど、入場無料ですね、入場無料です。そしてですね、ぜひ皆さん顔と顔で、イエス様に、会ったですね、何回も会った、デビッド・テイラー、デビッド・テイラーさんの油注ぎを受けて私たちもイエス様に近づく思い、イエス様に近づく油注ぎ、顔と顔で、イエス様と会うという、実はまだ私は夢で会ったことないんですけど、まだ夢にイエス様まだ現れてないんですけど、私は諦めないで、祈り続けていますね。夢にイエス様が現れてほしいと、祈っております。ぜひ皆さんもですね、夢にイエス様現れてください、夢にイエス様現れてくださいって祈ってください、ね。イエス様に近づきたい、もう命をかけて、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、イエス様に会いたい、イエス様に会いたい、ね。イエス様に会いたいと、具比べじゃなくて、ごめんなさい、買い比べ、字がちょっと見えなかったですけど、買い比べね。はい、除霊はいくらですか。いやいや、私たちはお金をもちろんいらないんですね。悪霊追い出しにお金はもちろんいらないですね。はい、はい、そうですね。じゃあ栗山さん、暑い日々ですが、体にも精霊様が内側に住んでくださり、健やかでありますように。アメン。ごめんなさい、ちょっとですね、30秒待ってください。30秒、はい、すいませんでした。それでは角部へ行きましょうね。それではですね、命をかけてイエス様に近づこう角部、命をかけて、イエス様に近づこう角部。
はい、命をかけてイエス様に従おうつのぶ。命をかけてイエス様に従おうつのぶ。はい、私たちはですね、本当に何に命をかけてるのか、何に命をかけるのか、戦争中は、天皇の名に命をかけましたね。特攻隊は、日本の特攻隊は天皇の名に命をかけて命を捨てました。で、IS の人たちはですね、アラーに命をかけてね、アラーに命をかけて、ジハードをやってるかもしれませんが、それはとんでもない間違いですね。間違いです。菊池さん、キューちゃん、こんばんは。僕はイエス様に心臓を捧げます。すごい、イエス様に心臓を捧げます。つまり心を捧げるということですね。素晴らしいです。イエス様に心を捧げる、イエス様に心を捧げる、素晴らしいですね。私たちは、身も心もイエス様に捧げましょう、ね。身も心もイエス様に捧げましょう。イエス様ご自身もですね、イエス様ご自身を父なる神に捧げていますね。命を捧げています。父なる神に命を捧げています。私たちも、イエス様に、ね、自分の人生を捧げ、生きた供え物として、生きた供え物として私たち自身を捧げましょう。人生の目的はイエス様です。自分ではありません。多くの人の人生の目的は自分ですけど、私たちはイエス様が目的です。イエス様が目的です。イエス様が、その、イエス様が、私たちの生きる目的です。私たちの存在理由です。イエス様のために生きるのです。菊池さん、イエス様に捧げるのに清くなるため信仰を学んでおります。アメン、アメン。多くの人は悪魔に捧げてますね。多くの人は悪魔に自分を捧げてます。意識してはいないかもしれません。意識してないかもしれませんが、その結果的と言いましょうか、騙されてというか、騙されて悪魔に自分を捧げています。悪魔に自分の魂を売っていますね。それが、この世です。この世はですね、この世は、自分の魂を悪魔に売っているんですね。ですから、私たちは、それを悔い改めてイエス様に自分の命を捧げるんですね。キューちゃん、九州に大雨警報が出ておりますが、イエス様の何かのメッセージでしょうか。今、世界的にですね、異常気象がありますね。ヨーロッパ、インド、トルコ、アメリカ、もう世界中が猛暑ですね。本当にですね、このあれよあれよと、ね、異常気象が、この増えてきています。加速していくんではないかと思います。被害が起きないように祈ってたら来るの遅れてしまいました。ああ、菊池さん、ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしいです。それではですね、皆さん、明石タイム行きましょう。明石タイム、イエス様を信じたらイエス様を信じたら、悪魔に自分を捧げていたのをやめて、イエス様に命を捧げるようになった証、イエス様を信じたら、
何のために命を、使うか、誰に命を捧げるかということが分かってきた証。イエス様を信じて、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、愛する方が分かった証。スタートスタートスタート。昨日カッパ忘れてズブレになった。ああ、昨日大雨でしたからね。イエス様を信じたら過払い金が戻ってきました。南京事件は本当だと思った。ブルーベリーより油すぎの方が健康になると分かった。キューちゃんに憧れて角笛買いました。イエス様のための人生だと分かった。菊池さん、イエス様のための人生だと分かった。子供のように素直な人になりたい。子供のように素直な人になりたい。アトピーが治りました。南京事件は本当だよ。三笠の宮さんも言及して、社会派からカリスマに転向し幸福になりました。アメン。イエス様を知ったら主人が変わりました。実際の多くはなぜ南京や慰安婦に反対するんでしょうか。それは悪魔に操られてるんですね。悪魔に操られてます。どんなに困難でも信仰することが大事だと思った。お財布落としたけどイエス様に乗ったら家に置いてあった。アメン。今こそ日本が謝罪し世界平和に尽くすべきだと思った。アメン。ジョナサンさん、イエス様帰ってきて、イエス様帰ってきて。いいですね。イエス様帰ってきてください。多くの日本人が悪魔の洗脳から解放されるよう伝道を頑張ろうと思った。菊池さん、アメン。イエス様どうか助けてください。うちの近くの川が氾濫しそうなんです。神様に祈ったらアマゾンから荷物が届きました。クリスチャンは世界平和に貢献しています。菊池さん、アメン。ネタウヨの洗脳が解けるよう毎日祈ってます。イエス様を信じます。イエス様を信じます。イエス様を信じます。悪霊は出ていけ、悪霊は出ていけ。ジョナサンさん、イエス様のために近所の地蔵を撤去しました。明石タイムがこの放送の醍醐味だと分かった。地震などの災害の時、教会は被害を受けなかったと証を聞いたことがあります。私もあります。
教会がですね、被害を免れたという証しあります。どんなに困難でくじけそうでもイエス様を信じます。将来学校の教師になってこの放送を取り入れよう。アメン。千代さんさん、放送後賛美歌を聞き続けます。アメン。まゆきさん、心の炎が芽生えて仕事がはかどりました。菊池さん、油注ぎを受けてから生まれ変わったようです。油注ぎを受けて生まれ変わったようです。そうです、生まれ変わるんです。私たちは信仰によって生まれ変わるんです。神の子に生まれ変わるんですね。神の子に生まれ変わるんです。油注ぎを受けてから本当に韓国が好きになりました。アメン。アメン。油注ぎを受けると敵意がなくなるんですね。油注ぎを受けると敵意がなくなります。この放送でも驚きの強さです。この放送で聖書を読むようになりました。聖書を読んでですね、病気が治った方もいます。聖書を読んでですね、本当に、この平安とか、信仰の確信とか、油注ぎを受けた方もいます。聖書を読むことによって、どんどん良い方向に行きます。盲目の方が聖書を読みたいと願ったら視力が戻ったという証も聞いたことがあります。ああ、すごいですね。それはすごい、それは素晴らしいですね。この放送で清くなった気がしました。この放送で清くなった気がしました。
ジョナサンさん、聖書を忘れていたな。菊池さん、もっともっと恵みが欲しいです。植え替えてください、ね、皆さん植え替えきましょう。植え替えくのです。イエス様に近づくのです。イエス様に近づくのです。熱くなるのです。イエス様に対して熱くなるのです。感謝にあふれ喜びにあふれるのです。感謝にあふれ喜びにあふれてイエス様に近づこうではないでしょうか。皆さんが熱いクリスチャン、熱いクリスチャンになってほしいのです。燃えるようなクリスチャン、それはイエス様から火のバプテスマを受けるのです。火のバプテスマを受けて熱くなってほしいのです。菊池さん、今幸せな生活をができていることをイエス様に感謝します。聖書を読んでヤクザをやめようと思った。アメン。イエス様、どうか日本の悪行を許してください。心に傷を負っている方が、人たちがこの放送に導かれますように。アメン。まあ、ほとんどの方がですね、心に傷があります。心に傷がありますですから、すべての人がイエス様によって解放される必要があるんです。イエス様に癒される必要があるんです。また日本人は特に先祖の呪いを持っています。先祖の呪いがあります。多くの人は先祖の呪いによって縛られています。油注ぎを受けて先祖の霊を断ち切りましょう。先祖の呪いを断ち切りましょう。キュウちゃん、まず日本の、罪はまず何から許されるべきでしょうか。そうですね、私がよく言うのは、一番はやはり偶像崇拝の罪ですね。偶像崇拝の罪が許されるべきです。そして、隠れキリシタンの迫害の罪、アジアの人たちに対する、罪、そして先祖崇拝とか、仏教神道の罪、それから不信仰や中絶の罪、まあそういう罪ですね。すべての悪意、敵意の罪、皆さん、私たちはそういう罪を悔い改めて、罪を悔い改めて清くなろうではないでしょうか。貝比べさん、熱い放送ですね。私も乾いてきました。アメン、アメン。ジョナサンさん、傷だらけの人生だった。はい、イエス様が癒してくれます。心の傷を癒してくれます。皆さんの、心の傷が癒されます。麻生さん、占いまじない成功本、トロットカ、トロットカードやめました。アメン。心の傷や病気はイエス様の愛で癒されます。心の傷や病気はイエス様の愛で、癒されます。アメン。癒されます。はい、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージです。ですね、まあ、ネトウヨの方とかね、ネトウヨの方とかですね、まあ、右翼の方は、まあ、特攻隊をですね、非常にこう、まあ、感激するわけですよ。まあ、命を捨てて天皇のために、祖国のために。タロットカードですね。命をかけてね、その祖国のために死ぬとか、それ
まあ、美談に聞こえるわけですね、美談ですね。でも実際はですね、それは、対象が間違えちゃうわけですね。天皇のために死んではいけないんですね。天皇のためとか祖国のためとか、そうではなくて、私たちはイエス様のために命を、捨てるべきなんですね。命を懸けるべきなんです。その命を懸けるということは似ていたとしても、まあ、何に命を懸けるか、何に命を懸けるか、それが大事なんです。日本が高度経済成長しているときに、仕事に命を懸けたり会社に命を懸けた人たちがいましたけど、それも間違ってるわけですね。仕事やですね、会社に命を懸けるべきではないんですね。港さん、御言葉、祈り、賛美、御霊は最高の神から与えられた薬です。もちろんギャンブルとかね、ギャンブルとかゲームとか、そういうものにも命をかけてはいけないんです。多くの人は、偶像に命をかけていますね。偶像に命をかけています。それはよくありません。私たちは、本当に命をかけるべきお方、本当に命をかけるべきお方、それはイエス様に命をかけるのです。イエス様に命をかける、それが、正しいことなんです。そして それは素晴らしい、報いがあるんです。素晴らしい報いがあるんです。神様がですね、その私たちにチャレンジをしていますね。チャレンジ、つまりですね、私に近づくために命を懸けるものは一体誰なのか、私に近づくために命を懸けるものは一体誰なのか。神様は、私たちにチャレンジしています。僕は正しい選択をしているのですね。菊池さん、そうですよ。菊池さんはイエス様に命を かけているんです。イエス様に命を懸けているんです。それが本当に素晴らしいことなんです。素晴らしいことなんですね。ぜひ皆さん、イエス様に近づこうとする、命がけでイエス様に近づこうとする、そのことをしっかり、理解して実行しようではないでしょうか。そしてそれは一時的ではいけません。生涯ですね、生涯イエス様に植え替えていく、イエス様に従っていく、イエス様を愛していく、イエス様に近づいていく、これが素晴らしい人生なんですね。これが素晴らしいです。ぜひ皆さん、そのような、誰に向かって歩むのか、誰に向かって生きるのか、皆さんはその答えを知ったんですから、それを、実行していきましょう。菊池さん、人生を輝かせるためにイエス様に近づきます。アメン。私も、ますます。皆さん、お祈りをするというのはですね、お祈りするというのはやっぱりイエス様に近づくということなんです。イエス様と会話をするということですけど、もっともっとイエス様を知りたい、もっともっとイエス様と親しくなりたい、イエス様の思いを知りたい、ぜひ皆さん、イエス様に向かって祈ってください。イエス様に向かって祈って、もっともっとイエス様に近づきましょう。イエス様に近づきましょう。イエス様のイエス様と会話をしてください、ね、まだ祈ったことがない人がいるならば、今晩から祈ってみてください。今晩からイエス様にまず感謝を捧げてくださいね。感謝を捧げてください。
それでは招きをしましょう。キューちゃんの夢にイエス様が出てこられるように祈ります。ありがとうございます。それではですね、今日の放送を聞いて、今日の放送を聞いて命をかける方が分かった、これからはイエス様のために命をかけていきたい、命を捧げていきたい、イエス様に近づきたいと、命をかけてイエス様に近づきたいと、そういう風になりたい、そういう風な信仰になりたい方、アメンと言ってください。そういう風な信仰、そういう風になりたい、そういう思いになりたい方、アメンアメンアメン。フィールドオネストさん、こんばんは。アメン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 。アメン。マイクさん、心も清めてます。アメン。天の父様、感謝します。今日の放送感謝します。あなたは、命をかけてイエス様に近づくものを求めておられます。あなたはイエス様を心から愛し、心から従うものを求めておられます。イエス様、私たちは足りないものであり、不従順なものであり、不信仰のものですが、主よ、そのようなものに作り変えてください。私たちが命をかけてあなたに近づきたい、命をかけてあなたに近づきたい、そういう思いを与えてください。そういうふうに作り変えてください。私たちに、その思いを与えてください。思いを与えてください。イエス様、どうぞどうぞ、私たちを本当に、あなたの御心にかなうもの、あなたに、喜ばれるものに、変えてください。イエス様、お願いします。イエス様、また雨といった方々が熱い信仰となっていきますように、熱い信仰となっていきますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。フィールドオネストさん、スカイプかけてくれますか。スカイプはですね、パスタキューちゃんかな、ID がパスタキューちゃんですから、フィールドオネストさんですね、そのスカイプくださいね。はい、スカイプ ID、 そうです、スカイプ ID 誰かちょっと教えてあげてください。これできるかな、ちょっと待ってください。スカイプ ID 誰か、教えてあげてください。ごめんなさい、パスタ Q ちゃんですね、パスタ Q ちゃん。はい、皆さんありがとうございました。それでは明日の朝はですね、木曜日なので、ツイキャスとそれからYouTube ですね、ツイキャスト YouTube です。はい、ありがとうございました。フィールドホネストさん、それでいいです。それで、スカイプかけてくださいね。じゃあ皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。シャローム。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローム。シャローム。シャローム。おやすみなさい。おやすみなさい。